ペンシルベニア州の歴史、ペンシルベニア州の歴史、ペンシルベニア州の歴史、A.History of p e n s ア l v a n i a は、北アメリカ、現在のアメリカが衆国ペンシルベニア州に、ヨーロッパ人が到来してからの歴史を扱う。その歴史は、アメリカ人が経験したことは全て含まれているような、趣があり、アメリカでも人種のルツボと言われるのにふさわしいところである。ペンシルベニアに、 ヨーロッパ人が移民してくる前は、レナペ族、サスケハノック族、イロコイ連邦、エリー族、ショーニー族などのインディアンが本拠としていた。デラウェア側水系一帯を領有権主張したのは、イギリスであり、その根拠は1497年のジョン・カボット、及び1614年と1615年のジョン・スミス船長などによる探検であった。デラウェアという名前は、 1610年から1618年まで、バージニア植民地の知事であった第三代ディラワーレ、男爵トマス・ウエストにちなんだものだった。当時はこの一帯もバージニア植民地の一部と考えられていた。しかし、オランダは1610年のヘンリー・ハドソンの探検を元に自分たちも領有権があると考え、オランダ西インド会社の講演によりこの土地を実際に占領した。 最初のヨーロッパ人となった。オランダ人は1624年に、ブリストルの向かいにあるデラウェア川の中の、島バーリントン島に交易基地を設し、1626年には、ニュージャージーのグロースターになっさう砦を作った。ピーター・ミヌイットが、この頃のオランダ支配人であり、おそらくは、バーリントン島でいくらかの時を過ごし、その地域に馴染んだと考えられる。しかし、ミヌイットは、 オランダにインド会社の支配人と不和になり、ニューネーデルラントから呼び戻されたのを機に、当時はヨーロッパの政治で大国であったスウェーデンの多くの友人とヨしみをじた。スウェーデンはニュースウェーデン会社を作り、多くの話し合いの後の1638年、ミヌイットがスウェーデン国旗の下の集団を連れてデラウェア側地域に入った。現在のデラウェア州ウィルミントンに、 クリスティーナトリレを築き交易基地とした。ミヌイットはそこにはヨーロッパ人の開拓地がなかったと言って、デラウェア側の西岸の領有権を主張した。オランダにシンド会社とは異なり、スウェーデンはその交易基地に実際に開拓者を連れてきて植民地とする意図があった。ミヌイットはその年に帰国中、ハリケーンにあって推進したが、スウェーデン植民地は徐々に成長を続けた。 1644年までに、スウェーデン人とフィンランド人開拓者が、クリスティーナ・トリデからスクーカル川までのデラウェア川西岸に住んでいた。ニュースウェーデンのよく知られた知事、ヨハン・ビョルンソン・プリンツは、開拓地の中心に近い京のティニカム・タウンシップに、その住居を移した。しかし、オランダはその地域の領有権を諦めることはなく、 活発な軍事指導者であるピーター・ストユフェ・サントが総督になるとスウェーデンの開拓地を攻撃し1655年にニューネーデルラント植民地に取り込んでしまった。しかしそれも長くは続かず以前の領有権を主張するイギリスによってオランダは退去させられた。1664年、ヨーク港でイギリス王チャールズ2世の弟ジェームズは遠征隊を派遣して容易に オランダをデラウェア側とハドソン側から駆逐した。ヨーク港はこの地域全体の領主となった。1681年3月4日、チャールズ二世は現在のペンシルベニアを含む一帯をウィリアム・ペンに直居した。ペンはペンシルベニア植民地を創設して、クエーカー京都教徒の心境の自由を保障する地都市、ラテン語のシルベニア、森を取ってペンシルベニアと名付けた。 フィラデルフィアの北と西の広大な土地、現在のモンゴメリー郡、チェスターお及びデラウェア郡がウェールズのクエーカーによって入植されウェルシュトラクトと呼ばれた。今日でもこの地域の多くの都市や町はウェールズの町の名前をつけている。ペンシルベニアの西部は北米植民地戦争の間、イギリスとフランスの闘争の場となった。フランスはこの地域に 多くの砦を建設した。その中には、今日のピッツバーグとなる場所に作られた重要な軸となる、デュケーン砦があった。この植民地で心境の自由が保障されるという、評判で、かなりの数のドイツ人やスコットランド系、アイルランド人を引きつけ、ペンシルベニア植民地の形成に貢献することになった。これらの人々は後にさらに西の諸州にも出ていくことになった。 ペンは、その植民地に、大西洋への出口を欲しいと思い、デラウェアの三つの下流軍と呼ばれる地域について、王の弟である、ヨーク公、ジェームズの領主権を借りた。ペンシルベニア植民地とデラウェアの下流軍は決して統合されることはなかった。というのもヨーク公が、それゆえに、ペンがそこの、はっきりした権利を持たなかったからであった。ペンは両方を収めた。 またその副知事も両方に割り当てられた。1682年に作ったペンの政府構想では、各軍から平等に代表を集めた合同議会を構成し、デラウェア下流軍とペンシルベニアの上流軍、チェスター、フィラデルフィア及びバックスの両方に通じる政治を求めた。議会は、フィラデルフィアとデラウェアのニューカッスルで交互に開けされた。フィラデルフィアが成長を始めると、その指導者は、 テラウェアの入荷するまで行かねばならないことを不快に、思い人口がまだ少ない下流軍からの議員の了解を得て、1704年以降、2つの議会は別々に活動を行う合意が成立した。ペンシルベニアのほとんどの者が、1763年宣言と1765年の因子法の後で抗議を支持し、13植民地すべてと同じくがっかりした。 ペンシルベニアの人々は最初から共同行動を支持し、1765年の飲酒法会議には代表を派遣した。困難な状況が続き、1774年の第一次大陸会議にも代表を派遣し、その後の会議ではフィラデルフィアにあるカーペンターズホールで主催した。1776年6月遅くにフィラデルフィアで大議員が集まった。 大議員は通信委員会自由の息子たち及び集中の他の革命支援集団から選ばれた。この時までに古い議会は有効であり続ける努力の中で大議員に対する支持を変えていた。7月8日選出された大議員が憲法制定会議として集合した。ベンジャミン・フランクリンを議長とする委員会が形成されジョージ・ブライアント・ジェームズ・キャノンが主要メンバーであった。 9月28日までに会議は憲法を作成したこの憲法では一員制の議会を規定した。執行機関は最高執行委員会であり、そのメンバーは議会によって指名されることとした。この憲法は結局公式に採択されることがなかった。1776年の選挙で急進派が議会を制した。1777年早く、 急進派が執行委員会の委員を選出し、トマス・ウォートン・ジュニアが委員長に指名され、当座の政府が独立戦争の間も続き、1790年の憲法制定まで置き換わることはなかった。ブランディワインの戦い、ジャーマンタウンの戦い、バレーージ、を参照。百七十七年九月十一日に行われたブランディワインの戦いで大陸軍は、 大敗を起死し、9月26日にはイギリス軍によってフィラデルフィアが占領された。起死回生を狙った10月4日のジャーマンタウンの戦いでも大陸軍は敗北した。しかし、北のニューヨークで行われたサラトガの戦いでイギリス軍の大部隊が降伏し、ペンシルベニアに進攻したイギリス軍の動きは止まった。大陸会議はランカスターに移り、 続いて、ヨークにところを変えた。大陸軍は12月5日から8日のホワイトマーシュの戦いでイギリス軍の攻撃を2回した後、バレーフォージで冬の宿営に入った。1778年2月にフランスがアメリカ側について参戦したことで情勢が変わった。イギリス軍はフランス海軍の脅威に対抗するため、6月にペンシルベニアからの撤退を開始した。 大陸軍はこれを追撃して6月28日にニュージャージーでモンマスの戦いを行ったが決着はつかずイギリス軍はニューヨークへ撤退した。これ以降ペンシルベニアでは大きな戦いがなくなった。ペンシルベニアはアメリカ連合国軍、南軍による攻撃の目標になった。1862年と1863年の J.E.B. スチュアート、 1863年のジョン・イン・ボーデン及び1864年のジョン・マッコースランドより騎兵の襲撃であり、最後の時はチェンバーズバークの街が焼き払われた。ペンシルベニアではまた、ゲティスバーグの戦いも行われた。多くの歴史家はこの戦いが南北戦争の転換点になったということで一見が一致している。この戦いの戦死者はエイブラハム・リンカーンが ゲティスバーグ演説を行ったゲティスバーグ国立墓地に眠っている。それよりも小さな戦闘がいくつかペンシルベニアの中で戦われた。ハノーバーの戦い、カーライルの戦い、ハンターズタウンの戦い及びフェアフィールドの戦いであり、すべてゲティスバーグ方面作戦の間のものであった。19世紀の後半、アメリカの石油産業がペンシルベニアの西部で生まれた。 ここから産出されるガソリンがアメリカで消費される量の大半を占める時期が続いたが、石油ブームに湧いた街は流星と衰退を経験することになった。この期間のアメリカは主にヨーロッパから何百万人もの移民を迎えた。ペンシルベニアやニューヨークは彼らを大量に受け入れた。到着した移民の多くは貧乏であり、工場、製鉄所及び炭鉱で仕事に就いた。 アメリカ合衆国全体が後継期に湧いた20世紀初め、ペンシルベニアもご多分に漏れず、公共を呈した。第一次世界大戦とそれに続く特需によって、ピッツバーグの鉄工業などは、世界最大規模の生産を誇った。世界大恐慌の時、ペンシルベニアは1936年に、ペンシルベニア州権限法を通して、公共工事の予算化を試みた。 この法によって、州総合局を設立し、州からの貸付金と助成金を使って州から土地を、異改良を加えた。州は、この計画に使う資金を連邦政府からの助成金と、貸付を受けることに期待していた。ペンシルベニア最高裁は、ケディ・タアール事件で、この法が、州憲法に定触していると判決を下した。20世紀の前半、ペンシルベニアの製鉄業は、 鉄鋼生産の大中心地に発展した。造船業や他の製造業も州の東部で繁栄し、工業は地域の極めて重要な産業となった。19世紀遅くから20世紀初めにかけて、ペンシルベニアは仕事を求める多くのヨーロッパからの移民を受け入れ、組織化された労働組合と経営者側との間に、時には暴力的な抗争も起こった。20世紀後半に入ると、 鉄工業業ををはじめめとする重工業は全て衰退の、道を歩み始めた。1962年、共和党は2回続けて知事選に敗北し、1960年の大統領選挙でも選挙人投票を民主党に奪われており、ビル・スクラントンのような中道画に大政党政治には、向いており党を再生できると考えるようになった。スクラントンは知事選で、 フィラデルフィア市長のリチャードソン・ディルワースと戦った。政策は、レーモンド・ P ・シェファーを副知事候補とすることで、バランスさせた。州の歴史の中でも最も激しい選挙戦を、戦い抜いたスクラントンとシェファーの組は、投票数660万票のうち50万票、近い大差をつけて勝利した。スクラントンは1963年から1967年まで、知事を務め、 州の教育体系を改革する法律に署名した。この中には、州立コミュニティ・カレッジ制度の創設、州教育委員会及び州高度教育援助機関の説が挙げられる。さらに、ペンシルベニア州を国や世界の市場に進出させ生産品やサービスの魅力を増す企画を作った。鉄鋼や工業の衰退によって、ペンシルベニアの経済は凋落し、 多くの地域で人口の減少、工場の閉鎖などが起こった。しかし、1970年代の遅くに、回復の兆しをつかんだ。国勢調査の度ごとに、以前の10年間よりも早く成長するようになった。アジアやラテンアメリカからの新しい移民が、多くの理由で到来するようになった。汚れて、生命がなくなっていた町が活気を取り戻し、成長するところとなった。 会社が州内に本社を移してくるようになり、ペンシルベニアは国内でも最大の経済を誇る州となった。製造業に変わったものはサービス産業であった。健康管理、小売り、輸送及び観光業がこの時代の最大産業となった。ボブ・ケイシーが1987年から1995年の州知事であった。ケイシーはアイルランド系アメリカ人であり、 古い流派の民主党政治家で、炭鉱夫の息子であり孫でもあった。労働組合の指導者であり、政府は良い結果をもたらす力だと信じた。ケイシーは議会に働きかけて、ペンシルベニア妊娠中絶管理法を通した。これは妊娠中絶に制限をかけ、親権者への告知、24時間の待機、及び母体に危険がある場合を除き部分、出産中絶を禁止するものであった。 南東ペンシルベニア計画出産団体がケイシーを帰国とする訴訟を起こした。この法は、老体、ウェード事件の判例に触れるという主張であった。裁判は1992年4月に、州最高裁に進んだ。判決は6月29日に下され、一点、配偶者への告知を除きペンシルベニアの制限を維持し、州が妊娠中絶を制限する権利があると確認した。 国全体で見ても、ケイシー知事は決出した妊娠中絶反対の民主党員であり、1992年の民主党大会でも妊娠中絶に未成年条項を加えるよう大衆に要求した。これは拒否されたが、小裸に抗議することになった。1994年、ケイシーは上院議員に指名していた民主党員、ハリス・ウォフォードの再選指示を拒んだ。その理由は、 ご報道が中絶に賛成の見解を持っていることだった。この結果、州の民主党は大きく二分され、1994年の選挙では保守派の共和党員、リック・サントラムを選ばせることになった。民主党内のケーシー批判派はケーシーを反逆で告訴した。妊娠中絶に関する民主党の不和は、ケーシーの死後5年経った2006年にも消えず、 全国民主党の指導者は問題を解消し、不満を抱いている親中絶反対の民主党員を引き止める手段として、ケーシーの息子、ボブケーシー・ジュニアを上院議員に推薦した。この息子はサントラムを地滑り的勝利で破った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。